はい、こんにちは。まーちゃんぬるまはるです。はい、ベイブレード改造トーナメント2018夏休みバージョンの準々決勝やっていきたいなと思いますね、うん、はい、今日のね、朝の動画で公開したというのは我々もう日本に帰ってきておりますね、はい、ちょうど昨日帰ってきましたね、うん、で、もうもしかしたらところによってね、夏休み終わって新学期始まってるよっていうね、うん、人たちいると思うんですけれども、エイジン君は来週の月曜日からなので、うん、なんでまだうちはちょっと夏休みバージョンを続けていきたいなと思います、はい。じゃあその前に黄金の5秒間やっていきましょうか。その間にチャンネル登録やこの動画がいいなと思ったら高評価お願いしますね、はい、じゃあいくよ、せーの。チャンネル登録はここをタッチ、登録されるとグレーに変わるよ。一緒にベルマークもタッチしちゃおう。はい、登録してくれたかな、してくれたかな、もしよかったなと思ったら高評価もね。じゃあ早速、はい、この出場ベー紹介していきましょう、うん、はい、こちらで ABCD ブロックを勝ち上がった8つのベーですね、うん、準々決勝第1試合はリバーフェニックスゼロスターアトミック対バスターエクスカリバーゼロバンクソード、第2試合はエンペラーホネースゼロバンクヤル対スプリガンレクリエンワンダッシュスターデストロイ、第3試合はアーチャーヘラクレステンボルテックスエクステンド対ハザードケルブレスワンオービット、第4試合はヘルサラマンダー12アンダーオービット対バスターエクスカリバーワンダッシュヒットエクストリームダッシュ、以上の8つのベーで戦っていきましょう。じゃあ早速第1試合から始めていきますね、はい、リバーフェニックスゼロスターアトミックですね、はい、バスターエクスカリバーゼロバンプソードでいきます。 3,2,1 ゴーシャー、甘いはずいろ、これね、バスターエクスカリバーのは内改造ですね、うん、おっと、おっと、リバーフェニックス3,2,1 ゴーシャー、えい、さあ、アーマー外れてもいいんだよ、おい、忘れた、あー、バスト出ちゃった、上位、さあ、これでバーストができるかなってやつだね、おっと、おっと、あらららら、内改造のバスターがここで敗退してしまうのか、弱いと、あー、あー、3,2,1 ゴーシャー、アーマータイム、来ない、それ強い、アーマータイム来ない、アーマータイム来ない、お、おー、おー、オッケー、はい、ではバスターエクスカリバーゼロバンプソードに変えます、はい、リバーブフェニックスゼロスターアトミックに変えます、3,2,1 ゴーシャー、うち海藻生き残らせるにはパパ頑張るしかないんだ、うん、バーストするしかないんだけど無理そう、あ、これはだいぶ強い、 3,2,1 おっと、あー、でもこれで結果出ましたということで、バスターエクスカリバーがこの後バーストフィニッシュしてもポイントで上回れることができないので、リバーフェニックスゼロスターアトミックが4ポイント、バスターエクスカリバーゼロバックソードは1ポイントということで、リバーフェニックス準決勝進出です。はい、はい、続いて第2試合いきましょう、エンペラーフォーネーズゼロバンプヤードですね、うん、スプリガンレクエムワンダッシュスターデストロイでいきます、はい、3,2,1 ゴーシャー、おっと、おっと、唯一生き残ってるこのゴッドでね、うん、ゴッドで唯一生き残ってスプリガンレクイエム、さあ吸収しますよ、これはちょっといかんな、うん、エンペラーフォーネースミスった感じシュートミスっちゃったかな、これこの、あ、これ厳しいね、そうだね、はい、3,2,1 ゴーシャー、おっと、あ、いいね、さっきはレクイエムは結構アタックタイプなのに耐えたからね、そうだね、さあ吸収しますよ、そうだね、吸収できるからね、その分ちょっとかな、うん、でもどうやらカチカチ対決かな、これドローかな、ドロー、 3,2,1 ゴーシャー、おっと、フィニッシュ、スプリガンレクイエムワンダッシュスターデストロイに変えます、エンペラーフォーネースゼロバンプヤードに変えます、 3,2,1 ゴーシャー、さあ、さあ、さあ、さっきみたいな間ね、オーバーフィニッシュができるといいのかなと思うんだけど、それぐらいしかね、こう吸収をうまく活かせない、多分バーストできないから、やっぱりこうなってしまうのか、
そうだね、こうなっちゃうね。そうだね。さあ、どうなる？どうなるか。これはゴッドが引いてこるかな。ドロードロー、3、2、1、ワンフィニッシュということで、エンペラフォルネスがこの後バーストフィニッシュしても勝ち目がないので、エンペラフォルネス0バップヤードが0ポイント、スプリガンレクイエム1ダッシュスターデストロイが3ポイントということで、スプリガンレクイエム準決勝進出です。ういはい、続いて第3試合いきましょう、うん、アーチャーヘラクレステンボルテックスエクステンドでいきます。はい、私はハザードケルベオス1オービットですね。はい、3、2、1、ゴーシュ。意外とこのハザードケルベオスが強かったからね。さあどうなるかな。でもやっぱりアーチャーが強いのかな、うん、この前ウィニングバルキーとハザードケルベオスいい勝負だったもんね、うん、あら意外と静かな対決になってしまった。でででで、あれでででで、アーチャー、3、2、1、ゴーシュ。おーおーおーじゃなくてバスト、3、2、1、ゴーシュ。あー、いいね、当たりがいいね。おっと、おーあーっと、おっと、おーアーチャーヘルケス、テンボルテックスエクステンドに変えます。はい、ハザードキルベース、ワンオービットに変えます。はい、スリー、ツー、ワン、ゴーシュ。あーっと、あーっと、これはさあ、ここで、こっからバーストだ。アーチャーバースト、ケルベースバースト。ケルベースにはバーストないでしょう。でもウィニングバルキー、へこってへこむから、ほら。あー、そっか、へこ、へこ、へこ、イエーイ。おー、3、2、1、ゴーシュ。よし、よし、よし、あっと、ダメだったもうちょっと当てたかった。よし、よし、よし。いやー、まあでもだね。きっとこれはアーチャーでしょう。どんどんへこんで、オーバーじゃねえ、スピンフィニッシュでしょう。へこんでこんで、そしてスピン、はい、ということでハザードケルベースがバーストフィニッシュしても勝ち目がないので、アーチャーヘラクレステンボルテックスエクステンドが5ポイント、ハザードケルベースワンオービットが1ポイントで、アーチャーヘラクレス準決勝進出です。はい、では最後ですね、第4試合いきましょう、うん、ヘルサラマンダー12アンダーオービットでいきます。はい、バスターエクスカリバー1ダッシュヒットエクストリームダッシュでいきます。はい、スイーツー、ワン、ゴーシュ。おっ、当たりよー、えい。うわ、すごいな、ハザードケルベースの攻撃がすごい。間違えたバスターエクスカリバー、あー耐えらんない、大丈夫か。おっと、どうなる、バスターエクスカリバーが負ける。あー、負けた。スイーツー、ワン、ゴーシュ。アタック、アタック。さあ、ちょっとバスターエクスカリバーに頑張ってほしいというのが本音なんだけれども、うん、回転が明らかに落ちてます、うん、あっと、ヘルサラマンダーだ。スイーツー、ワン、ゴーシュ。おっと、うん、明らかに回転がバスターエクスカリバーきつい、うん、いや、ヘルサラマンダー強いな。バスターエクスカリバー1ダッシュヒットエクストリームダッシュに変えます。はい、ヘルサラマンダー12アンダーオービットに変えます。はい、スイーツー、ワン、ゴーシュ。さあバーストしかない、もうバーストしかない、そんなことないんだけど、そんなことないんだけど、あ、攻めてバースト、攻めてほしい。あー、やばい。スイーツー、ワン、ゴーシュ。もうバスターエクスカリバーにはバーストしか見ちゃないです。バーストしか道はない。バースト頑張れ。頑張れ。ダメだ。ダメだ。ということでバスターエクスカリバーがこの後バーストフィニッシュしても勝つことができないので、バスターエクスカリバー1ダッシュヒットエクストリームダッシュがノーポイント。ヘルサラマンダー12アンダーオービットが5ポイントということで、ヘルサラマンダーが準決勝進出です。はい、ということで今回の勝者名この4つになりましたね。うん。ディバイブフェニックスとスプリガーレクイエムとアーチャーヘラクレスとヘルサラマンダーだ ね。この4つの中のどれかが勝つんだね、優勝ということになりますね、うん、
カリバーが、まさかのエクスカリバーが2つとも敗退するというですね、ちょっとショックなこともあったけどね、はい、そんなわけで次回はこの準決勝と決勝、一つの動画でやりたいなと思いますね、この辺ですねアンケート用意してますので、どの米が優勝するかぜひ皆さん投票してみてください。はい、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、はい、それと今回の締め動画いつものところに出てますのでぜひチェックしてみてください、チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね、ということで今回は以上でございます。バイバイ。